ロイドバーの時間がやってきました。はい、どうも、今回は神奈川県藤沢市辻堂の駅までやってきました。ここ最近何度もかかっている辻堂なんですが、今回かかるお店は椎茸だしの答えがいただけるというお店、スタートさんというお店です。早速伺ってみましょう。召し上がってください。はい、ありがとうございます。
はい、というわけでいただいてきました創作麺どころスタートさんの背脂っこ椎茸でした。もうこれは一言で言うなら本当にもう椎茸そのまま飲んでるかなぐらい本当にこう濃厚な風味の味わえる一杯スープでした。でまずこちらは着丼時に、スープが本当深い褐色の部分とやや白みかかった部分に分かれています。で提供してくれた店員さんから途中からねかき混ぜてくださいというふうにお声掛けもらったので最初は別々にその白っぽい部分と褐色の部分別々に飲みましたが、これあの後から店主さんにお話を伺うとこちらのスープはもう完全に椎茸出汁から取っていて動物系が一切入ってないんだそうで、でそのスープに若干こう動物系の風味を加えるために背脂を足しているそうで、その背脂から足された部分がやや白みかかった部分でね、これ自分食べ終わったからのおすすめですけども、もうこれはまず褐色の部分からいってください。自分あのちょっと今日ね白っぽい部分からいったんですけども、これね背脂が入ってる部分ですが、もう飲んだ時にすごい椎茸してるな、もう当然ですけどね、ものすごい風味くるなと思って、その後ね褐色の部分こちらやねしょっぱめなんだろうなと思って飲んだんですが、いやいやこれはもうあのタレの味というよりはもう完全に椎茸だしの味がより全面にダイレクトにくるという感じで、もうその初めの白い部分飲んでも椎茸感あったんですが、さらに褐色の部分を飲んでもう本当にさっき最初に言った椎茸そのままっていうね濃厚な風味に驚きました。そしてこちらは麺が選べるんですが、今回は手切りのね平打ちの麺いただきました。これね、まあ、動画をご覧いただいてもうかなり苦労して持ち上げてツルツルなんですね、たんですが、この幅広の麺のもう表面積いっぱいに絡んだスープがすするたびにふわっと広がるので、もうスープ飲んでる時以上にすすった時のもう香りの広がり方すごいです。もうこれはぜひね本当にここでしか味わえない一杯だと思いますので、ぜひね食べてみてください。そしてこちらは創作麺どころという名前の通り、もう名前だけ見てもかなり個性的な感じがするねメニュー多かったんですが、自分も次回訪問するときにはあえてそちらではなくてお出汁の中華そばという名前でしたかね、一番基本の一杯いただきたいなと思っています。ちょっと今回実はですね店主さんのおすすめもあってこの背脂椎茸一杯目いただいたんですが、このベーシックなラーメンの方もお出汁はね椎茸出汁ということで、今回の背脂椎茸のもうベースになっているというお出汁のね中華そばこちらも食べてみたいなと思います。はい、というわけでこちらサードさんは辻堂駅北口から歩いて閑静な住宅街のね中にひっそりとあるお店なんですけども、もしね寿司を行かれた際にはぜひぜひここでしか味わえない一杯食べてみてはどうでしょうか。というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。